お久しぶりです、店長です。じゃあ今日はですね、青森県八戸市もですね、ようやく桜が咲きましたんで、まあ多分今ね満開で、まあ場所によってはちょっとわかんないですけど、まあ大体満開だと思うんで、桜が綺麗なところをね、全部は回れませんけど、まあ2個か3箇所かそれくらい回ってみようと思います。ではですね、本日もよろしければ最後までよろしくお願いします。で今ですね、向かってるのが長根運動公園っていうところなんですけど、ここまっすぐ行ったところにも、まあ、左側に桜あるし、あとね、可能であればちょっと中の方まで行ってみたいと思います。入れればですけどね。でとりあえず今ここ左側がこうやって、今ちょっと早朝なんでね、こうやって車少ないですけどね、もうちょっと八分、まあまあほぼほぼ満開ですね。見えますよね、左側。やっぱ綺麗ですね、これはもう全体的にさ、こうやって、まあ、今これ左側行きますんで、まあもう満開と言っていいくらいですね。入れないか、まだちょっと時間的にね、早い早朝だから。あ、でも綺麗ですね。まあやっぱりね、今4月だから新入学とかね、節目の季節だから入れりゃいいんだけど、時間的に入れないかな。入れるか、あ、入れそうだ、行ってみよう。よし、ラッキー。あ、こっち出口か。でちょっとね、この上の方行ってみますんで、で上、ここへ左側がまあアイスリンクと、あとなんかイベントコンサートとかもできるんですけど、なんだっけな、吉田産業がお金出してなんかやってるちょっと僕も名前よくわかんない、もう入ったことないんですよねまあまあまあ。でここら辺はね、昔は陸上競技場って言って、僕も小学校とかの時にマラソン大会で走りに行きましたけど、あそこをなくしちゃって作った感じで、ちょっと待ってね、人がいるん で今ここ右に曲がって坂登りますけど、そうすると武道館があるんですが、まあちょっと待ってね、でまあ、この上の公園も桜の入れないけどね。でこの右側が武道館なんですけど、この八戸市武道館って書いてると思うんだけど、ここがまあいろいろ武道できるんだけど、レスリングで有名な伊調姉妹っているじゃないですか。お姉さんが銀メダル取って、妹さんは、いや綺麗だな、ちょっと写真撮ろう、妹さんは4大会連続で金メダルで、4大会連続で金メダルだと、あのカール・ルイスに並ぶっていう、もう偉業中の偉業ですよね。いや綺麗だな。その伊調姉妹が中学校までかな練習してた武道館だと思いますけどね。高校からはね、その強豪校で県外の高校たちが行ってるはずなんで。いやでも綺麗でしたね、意外とね。で今行った場所が花見はできるんだけど、人が全然いないですよ。昼間とかでも花見してる人ほとんど見たことないから、だからまあおすすめスポットですね。意外とね多いんですよ、その人が全然いない場所多いから、花見スポットで。じゃあ次に小学校、いや綺麗だな、ほら綺麗でしょ、もうここだけでもいいような気もするけどねいやでもここ空いててよかったっすね。綺麗でしょ、このほらもう満開ですよね、今が一番いい。で日曜日の早朝だから人も全然いないし、結構ね、だから田舎はねこうやってね全然人がいないから、東京って混むじゃないですか、どこ行くにしても、その花見にしてもさ、だから田舎はそういうのがないっていうか少ないから、そういうのは非常にいいと思いますね。はい、じゃあ次ね、まあ学校って大体桜の木植えてると思うんですけど、根城小学校っていう小学校、左側
まあ、ここももうだいぶいいんじゃない、満開なんじゃないですかね。まあ、これ小学校とか中学校はね、だいたい桜植えてますよね。こういう感じ。まあ、非常にね、これいい環境だと思いますよ、小学生とかにもね。まあもちろん全部の学校回るわけにいかないんで、ちょっとこのくらいにしときますけど、はい、ここら辺がね結構景色がいいんでね、一応カメラ回しますね。まあ、桜はないと思いますけど、この道ね僕結構好きなんですよ。車じゃ絶対来ないけどね、ほらこの景色がいいからさ。ほら良くないですか景色が。これ朝今みたいなね、この早朝特にいいんですよ。すごい景色いいから。ここもね小学校の近くですけど、これいいよね、こういう景色がいい小学校で。めちゃくちゃ環境いいと思いますよ、これ。ほら、いやいいよね、ほらすごいいいと思う。あとやっぱりね、もう早朝でこうやって太陽も出てるからね、すごい気持ちいいですね。で気温もまあそんな高くないけど、もちろんね桜咲いてるとはいえ高くないんだけど、早朝だしね。だからイージスとかワークマンのね着込んでますけど、まあ、非常にちょうどいいっていうか一番気持ちいいですね僕は。はい、じゃあ最後にせっかくここまで来たんで、植物公園っていうね、まあ、冬とかにも行きましたけど、そこ行って終わりにします。この右側がね最上って書いてますけど、これ火葬場かな、桜咲いてますけどね。これ登ってあとちょっと行くと、まあ、植物公園、八戸商業高校っていう高校あるんですけど、まあ、そのすぐ近くが、まあ、植物公園、まあ、もうすぐですね。おバイカーの人だ、朝から。まあね、遠出するときはやっぱりね朝早くから、まあ今7時半くらいですけど、早朝からやっぱり動きますもんね、時間もったいないからね。で今この右側が商業高校で、正面に八戸公園って看板が見えると思うんですけど、まあ、ここが要は植物公園です。まあ、植物園、植物園って書いてるけど、僕たちは植物公園、植物公園って呼んでたんでそう言ってますけど。でほら桜が、まあ、結構咲いてる感じで、ちょっと待ってね、あの見えやすいところに入りますんで、ほら綺麗でしょ。入れんのかな、入れないよね。ああ入れませんね、さっき人入ってたけどな。こっちの駐車場はね、まあ間違いなく 入れるっていうか、駐車場には入れるんですけど、もちろんねまだ開園時間前なんで、あれ駐車場が閉鎖されてんな。あれちょっと待って、入れない、終わったね。そうするとこれちょっとまずいんで、どっかで U ターンだな。ちょっとね今戻ってきましたけど、このね八戸公園っていうのはやっぱり花見とかで桜の木もたくさんあるしね、広くていろいろ散歩できるから、まあ、一番いいんじゃないかなと思うんですけどね。いろいろあるんでしょうけど、見晴らしがいいとことかさ、例えば高台で、まあ、ここもね全然悪くないと思うんだよね。ここ入れなかったから次のとこね多分俺入れると思うんだよね。あれここ入れるんじゃん、あここか、こっから入ってったのか。ちょっとねごめんね、すいません、もう一回戻るんで、ここはね入れんのよ。でこっからでも見れるんだけど、あこっから入れんだ、あちょっと待って、ね、こっから入れ、あっちからも行けるから、ちょっといろいろ見てみますんで。
ここだよね、ここ入れるから。やっぱ知ってる人知ってんだな。こんなの分かんないもんね。こっち行っていいのかな。あーそっか、すごいね、朝からこんなに人がいるっていうのはびっくりですけど、ちょっとね迷惑にならないように端っこに飛びます。すごいね、ちょっとだけ歩きますね。じゃあね、いや朝から来てるのがすごい。しかもまあ無料ですから無料のとこしか行かないじゃないかって話だけど、冬にもね来ましたけどね、まあ、やっぱ散歩に最適ですよね、ここ。ほらだって朝からこんな人いるんですよ。まあそれ花見もするでしょうね。いや綺麗だ。いいんだよ、ね、いやめちゃくちゃいいじゃないですか。ほら、あすごい、なんか出店みたいなのやってますね。いいんじゃないの、ここ、こうやって、ほらめちゃくちゃいいじゃないですか。屋台みたいなのやってるし、いやーいいね。ほらこういうとこでキャンプできたら最高ですね。これ正面カメラで見えるかな、あれなんか土偶みたいな。いや素晴らしいよ、ほらすごいでしょ。なんか匂いもね、春の匂いっていう感じしてすごいですね。ああ、いや来てよかった僕ね、あんまりね、あんまりっていうかね、この桜の季節に来たことなかったんですよ。で混むのが嫌だから。でもこうやって早朝からでもこうやって空いてて、まあ花を楽しめるっていうのすごいいいと思いますね。めちゃくちゃいいよ。風車が回ってる。これが無料ってのがいいんだよね。いやこっちの方なんか初めて来たような気がしますね。素晴らしい。はい、じゃあねこんな感じで、まあ、青森県八戸市も今日4月17日かな、日曜日、ちょっとわかんない、日付が間違ってるかもしれないけど、まあ日曜日の早朝ですね。まあ、こんな感じで満開に咲いてます。はい、じゃあね、本日も最後までありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタン、まあ、低評価でも大丈夫です。あとはコメントお待ちしてます。それでは失礼します。